本千恵がお届けしていきます。はい、この番組はシンガーソングライターの2人が普段ライブではなかなかお見せすることのない素の部分でゆるーく楽しくお届けしている番組です。なので皆さんもゆるーく楽しく見てください。はい、よろしくお願いします。ということで皆様お久しぶりです。いや、めちゃめちゃ久しぶりですよ。すごい楽しみにして、私もです。やってきました、本当やっとでございますね。はい、はい、楽しくってテンションがね、本当に2人ともおかしいんですけど、来る前からウキウキワクワクしてました。はい、まあ、ということでちょっとこう、はいはい、お久しぶりじゃないですか。そうですね。実はね、はい、その間に、はい、なんとチルルンタイム、はい、1周年を迎えました。わー、いや、これも本当に見てくださる、応援してくださる皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、あっという間で、あっという間ですね。なんかもう1年経ったんやっていう、うん、本当にちょっとね、いろいろありましたけども、うんうん、ちょっとね、でも無事にこうやって1年続けてこれたっていうのが、うん、いや本当にすごいよね。皆さんこう感想もくれるんで、うん、嬉しい。本当にありがたい。楽しんでね、いただけてるのがすごく嬉しいなと、うん、ましてはい、今日はせっかく、はい、まあ、ちょっと経っちゃいましたけど1年を迎えたということで、ちょっとだけね、こう振り返り、あんなことあったな、こんなことあったなって振り返りながら楽しみ、ちょっとパンっていっちゃうけど、1周年パー、プチ2人だけで確かにプチパーティーをしていきたいと思います。はい、のでここで、いつもローカボキッチン前線よりお届けしているのですが、はいはいはい、たくさんのおまけコーナーでご飯も紹介してきましたね。はい、ということでちょっとその中からまた、お気に入りのメニューを食べながらを今日はた、おしゃべり、楽しくおしゃべりを、させていただきたいなと思います。はい、ということでじゃじゃーん、じゃ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 ーん、はい、それぞれ私のお気に入りメニューとちえちゃんのお気に入りメニューと2人のお気に入りですかね、はい、お用意いたしまして、いやー、はい、まずこちらからいきましょうかね。私のお気に入り、濃厚チーズリゾットでーす。これ美味しいの。美味しいね。本当に美味しいの。美味しい美味しい、うん、たまらないの。そして私のお気に入りメニューはチーズケーキでーす。美味しい、これも美味しい。これめちゃめちゃ美味しい。デザートいいね。いや、本当に大好き。でももう前さんのすごいところだよね。デザート食べても太らない。そうまさにね。で、はいはい、これさらにごめん、私のさらにお気に入りでもあるんですが、はい、あ、でも私もちえちゃんもね好き。昔食べたことあるよね。そうなの。前普通に食べに来た時に食べた時に食べたことあるんですが、うんうん、大好きなタンドリーチキンでございます。これ一押し。あ、でもチーズリゾットも負けじと一押し。いや、これ幸せですね。本当にちょっと私たちの大好物を並べ、はい、さらにこれを食べながら、そして飲みながら今日は楽しくお話をさせていただきたいと思います。早速乾杯してみましょうか。はい、はい、では、はい、乾杯しましょう。乾杯。いやー、1年経ちましたが、はい、じゃあ乾杯の温度を取らせていただきます。いろいろありましたけれども、はい、これからも楽しいチルルンタイムをお届けしていきましょう。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくね。乾杯。実はこれもカロリーゼロですからね。うん、すごいよね。あ、美味しい。私はカルピスゼロいただきます。私レモンスカッシュをいただきます。めっちゃ美味しい。爽やか。いや、美味しい。美味しい。変わらずカルピス。カルピスだってことね。いや、美味しい。レモンスカッシュいただいていきましょう。行きましょう行きましょう。早速早速じゃあちょっと、はいはい、チーズリゾットちょっと入れようか。これどうする？これ楽しみ方があるんですよ。もう混ぜちゃうのも美味しいし、ちょっとずつも美味しいし。おすすめなんで、なるちゃんのおすすめで、なるちゃんの好きなように。これ一人で食べるときはもう、はい、それぞれの場所を食べて全部混ぜてがもうおすすめなんですよ。はい、ちょっとずつ楽しんでから混ぜても美味しい。なるほど。でも、ね、もう今日は行っちゃいましょうか。贅沢に贅沢に最初から混ぜ混ぜしちゃいます。詳しくは皆さんそれぞれ紹介、さらに詳しく紹介してる回があるので、ぜひ1番から1番から、うん、
詳細はそちらを見ていただいたらと思います。なんかすごい贅沢。1年経ったね。いや早いね、びっくりだよね。急に関西弁びっくりだよ、びっくりのあまり関東弁にもなるよね。贅沢やね、このお話ししながら食べさせてもらう。確かに皆さんもなんかね、一緒に食べながら、うんうんうん、見てください。前さん、テイクアウトメニューもあるからね、ぜひ。皆さん、一緒のもの食べながらでも、チーズリゾットあるかちょっとわかんないですけど、うんうん、食べちゃった。たまりません。どうですか、1年経ってみて。1年経ってみて、うん、いやまあこの1年、1周年、うん、記念でこうなんか話そうみたいになってて、うんうんうん、やっぱいろいろ振り返ると意外とやっぱいろいろやってたなっていう、うんうんうん、ね、めちゃめちゃやってたなと思って。そうですね、まあ、なんかパーって振り返ったら浴衣も来たし、ね、なんかいろんなことやってきました。なんか最初そう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 、ゆるーく、うん、お話しする、うん、トーク番組ですって始まって、そうそうそう、話もしてきましたし、なんかね、意外とあれやりたいこれやりたい、うん、もう早々にこうね叶えていただいて、いろんなことやってきましたね、本当に今思えば。思えば、まあ、なんかそんな感極まって目はカラカラです。目はカラ、いつもあの坂本さんたまにスン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 言うんですけどね、あの寸劇なんで、寸だけにね、寸だけにね、寸劇なんで、あの涙カラカラで終わってから笑ってる。違うちゃんと特に印象的やったこととかどうですか、はい、特に、うん、いろいろやらせていただいた中で、ね、その中でも特にっていうと私はやっぱり対決が、ああいろんな、うんうん、まあ、でも対決系確かに毎回楽しいですね、うんうんうん、私ね、うん、もうお絵かき対決、あ対決、あ対決だ、はい、そう確かに、あお絵かきも対決でした、お絵かき対決の回がね、もう、はいはい、なんか涙、まあ、毎回結構涙出るほど笑ってるんですけど。お絵かきの回ね、もう本当になんかこれでもかぐらいちえちゃんとねスタッフさんにいじられ、もう見た方はね絶対もうあれかあれのことかって思うと思うんですけど、でもめっちゃ楽しかったんですよ、爆笑で。あの回なんかね、ちえちゃんがいじられることが多い。めっちゃ恥ずかしかったけど、過ちに気づいた時にはもう遅くてめっちゃ恥ずかしかったけど、めっちゃ楽しかったし、またリベンジもしたい、うん、いやそこで多分なるちゃんの皆さんが知らない一面が見れたと思うんですよ。いつもこう私がいやいやいじられてると思うんですけど、実はなるちゃんの方が結構やらかしてるねっていうのを私はずっと言い続けてるのに、言い続けてるのに言い続けてるのに皆さん全然信じてくれないんですけど、あの一件以来ちょっと垣間見えたと思うんですよ。垣間見えたと思うんですよ。いやそんなことはない、私はまあ、でも確かに私結構そのチルルンタイム始まってから知っていただいた方とかはすごいしっかりキャラで多分通ってると思うんですよ。しっかりしてるんで、えしっかりしないとってどっちかっていうとなってて、ちえちゃんと一緒におると、まあなんかちょっとチクチクしてくる、いや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 頑張ろうって頑張ろうって思って頑張ってるんですけど、はい、確かにね、なんかちえちゃんとやりだすまでは私割といじられる方やった、ほら頑張ってるでしょ、頑張ってるでしょって褒めて褒めて褒めて飲めるタイプなんです。私もです。なんかバージョンアップしたお絵かき対決やりたいなと思って、バージョンアップ、今日、はいはい、思い出を語ろうと思った時にね、はい、持ってきたんです。いやめっちゃ楽しかったなと思って、私も持ってきた、いや私さっき、私お絵かき対決絵しりとりだっけ、あ、絵しりとり、絵しりとりででも対決やったんですよ最後、そうやったっけ、最後なんかね、チーそうや、チー当たった人がチルルンの絵を描かなきゃいけないみたいな、そうだそうだ、チルルンタイムから始まったから、うん、なるほど、私がこう虫取り網っていうことをそうやった、まあ、そっからミミズってね、可愛いミミズ描いたりして
でこう時を経て時を経てだから私が、まあ、時を経てラクダを描いたんですよ確か。あそう時を経てラクダを描いて描いてだやね言うてまあまあまあこういう可愛い可愛いダチョウダチョウダチョウですね。めっちゃ可愛くないですか。その手をどけていただいて、いめっちゃ可愛いですよね。その手をねどけていただいて、見てください。めっちゃ可愛い。この手の下を知りたい方はもう一回。いや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 。だってダチョウって気づいてくれたんですもん。結果オーライ。おかしいなと思ったんですよね。何かがおかしい。いや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 。なんかとまあ、でもとだって気づいてなかったんですよ。チェンさんも最初。いやいや気づいてなかったよね多分。気づいてなかった。ちょっとまたねリベンジしたいんですよ。お絵描き対決、うん、なんかそれも楽しみに。していただけたらなと思います。うん、おーイエーイ。ちえちゃんは何か一番ある？私はなみたいな。私はやっぱり対決。な何対決？縄跳び対決。ああ、あれがしたね。アッキーかな？したね。あれがめっちゃ楽しかった。うんうん、燃える対決って言われたらもう燃えるから。あれがめっちゃ楽しかった。ちえちゃんはしゃいでたもん。あのジャージをね、わざわざ。そう。何事よね、私あのピクニックは聞いてて。ピクニックからの。そうだ。そうね。ピクニックからの何するんみたいな。そう。やるで言うて。そう。まさかナートピーだと。しかも決着のつけ方よ。いやあれ楽しかった、うん、運動系いいよねめっちゃ、うん、めっちゃいい。私ずっとなんか今まで多分何回か言ってきてると思うんですけど、うんうんうん、ずっとねめっちゃね卓球やりたいんですよ。言ってるね。言ってるよね。ずっと言ってる。そうずっとやりたくって卓球がっていうのも、うん、そう前さんに卓球が置いてあるんですよね。あそうそうなんですよ。それ見てそう毎回実は撮影の前さんで撮影するたびに卓球台を見てるんで、なんかやっぱ目の前にあると卓球台ってやっぱやりたくなるじゃないですか。なんかそこにあるからね。そう卓球台がそこにあるからやりたくなるんですよ。絶対勝てる。いやいやいや絶対勝てると思う。え何部やった？部活は吹奏楽。あ吹奏楽部やったっけ、うん。似た感じで言うとテニス。テニスしてたよね。テニス習ってたことが。それずるくない？やっぱテーブルテニスやん。ちょっとずるいわ。そうやな。だから勝てるかな。まあ、今ブラックナルちゃん出た。まあ、勝てるかなと思う。ブラックナルちゃん出た。なんかそうやね。なんかかけて。なんかかけて。確かにやりたい。この前は罰ゲームやったっけ？私がドリンク買わされたもん。そう何罰ゲームでドリンク買いに行くってこの顔見てください。ドリンク走って買いに行こうって言ってなんか一回帰ってきてなんかお金足りへんかったって言ってそうお金足りへんかったって言って、ね、ったんですよ。戻ってきたなと思ったらなんでお金足りなかったかってアイス買ってたんですよ。負けたのに。そんなことあった。いやもう見てみんな見てみんな見てあの回すごいからもう負けた人と思えない。お疲れー乾杯でアイス剥いてたから。アイス食べてたよ。美味しかったあれ。いやおかしいでしょあれ。アイス買ってきたな分かる。え？奈々ちゃんが桃の天然水を飲むって言うから、うん、じゃあ私は桃違いで何か違うの。いやいや桃あれ好きやからって買ってきてくれた。それは優しいと思って優しいと思ったらん？ね、負けた人とは思えない。次なんか対決やろ。対決って私負けてもじゃあアイス食べていいってことやね。うん。いいんやいいんや。なんか結構こういう風に普通にお話だけするのが久しぶりな感じがしてて。そうだね。最初トーク系をテーマを決めて、うんね、トークテーマババーンで結構やってたんですけど、うんうん、最近意外とねいろんなことをやらせてもらってもう、ね、結構ね新鮮っていうか嬉しい、うん、チルルンって、うん、チルルンだったよねこういう感じだったよねっていう、うんうんうん、思い出した。広がる。鼻を通っていくわこのタンドリーの風味が。香りがうんうん。そうやっけ、なんか食べ物もやったよね。ん？食
お肉食べた時なかった。あれは忘年会ですね。あ、忘年会か。忘年会もやらせてもらったしね。いろいろあったね。懐かしいね。うん。そう、この間ね、はいはい、何回かなと思って。はい。ボリューム18でした。うん。けいちゃんのあの配信の裏側、うん、私が。ありがとう。お届けさせてもらった回で。18回ですよ、もう。早い。名前ね、浴衣着てとかいろいろやってましたけども。浴衣着て、1年経ったよね。うん、早い。いやでもこれからもね、いろいろ、それこそ本当対決もまたやりたいですし、うんうん、いろんなことね、やっていきたいなと思いますけども。うん、なんか、あります今後。今後のチルル。今後のチルル。うん、私は、まあ、ちょっとずっと言ってるんですけど、うん、せっかく皆さんがこうやって見てくださってるので、なんかこう皆さんから募集したりとか、うんうんうん、見てくださる方参加型のものを何かやりたいなと思ってますね。これね、2人でずっと言ってて、うんうん、なんかね、本当に私たち2人でやってても楽しいんですけど、うん、すごい楽しいから、よりなんかシェアじゃないですけど、そうですね、みんなで本当にこう楽しいチルルン作り上げていけたらいいなっていうのもあって、うん、なんかね、なんだろうね、いろいろやっていきたいけど、まずは2人に質問いただいて、うん、お答えするとか、うんうん、なんかラリーじゃないですけど、そのチルルンっていう場を通じて、うん、こうね、皆さんとなんかやっていけたらいいなって思います、ね、やりたいね、やりたいね、いろんなこと、なんかちょっとね、どういう風にしていくかとかはまた考えないといけないかなとは思うんですけども、まあ、その際はぜひ皆さん、ぜひ参加してください。美味しいよね。ちょっと私もうちょっとこっち楽しんでから、後でゆっくりケーキ半分残しといてね、残しといてね。声大きくなっちゃった。こういうのペロリしちゃうから、ちえちゃんいつも、いつもね、仲良く食べてるんですけど、撮影終わってからも仲良く食べてるんですけどね、置いといてね。返事は返事は返事チルルンチル分からへん、分かりづらい。まあね、あっという間に今日もゆっくりお話ししてきましたけども、はい、なんかね、私たちはそれぞれ、私はまあお絵かき会で、ジェイちゃんは、縄跳びの対決会が、まあ、うん、印象に残っている、思い出に残っているということでしたけども、皆さんのお気に入り会とかも、なんかね、SNS とかで教えていただけたらすごく嬉しいなと思います。今日もあっという間にお送りしてきましたけども、はい、いかがでしたか。いや、めちゃめちゃ楽しかった。振り返るっていうのがなかなかね、しないんで、うんうんうん、こうやっておすすめのご飯を食べながら、食べさせですけども、すいません、すいません、食べながらで贅沢にお届けさせていただきました。はい、どうでしたか。いや、もう楽しかったです。ただもうそれに尽きる、なんか、うんうん、もう本当になんかこんな自由にお話しさせていただいて、はい、皆さんも楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います、はい、本当にチルルンタイムね、あの皆さんがこうやって見てくださって1年続けてこれました。いつもね、 SNS とかで、感想だったりとか応援のコメントありがとうございます。ありがとうございます。こんなゆるゆるのチルルンタイムですが、はい、どうぞ今後もよろしくお願いします。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました、この動画は毎月第1金曜日、第3金曜日にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして2人ともそれぞれインスタやツイッターなど SNS もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、FM 岸和田さんでラジオもやらせていただいておりますので、ぜひ概要欄から詳細チェックしてみてください。ということで、本日もローカーボキッチン全さんよりお届けしました。またねー。またねー。これからもよろしくー。